に向けて私たちの声を国会に届けたい、そういう立場で活躍をしていただこう、黒田奈々さん、私たち皆さんと共に抱えていきたいというふうに思っております。黒田奈々さんにご登壇をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、黒田奈々と申します。この夏参議院選挙に立候補の意思を表明してからおよそ1ヶ月が経ちました。この間まだ短い間ではありますが、県内の各地に向かいまして、いろんなところでたくさんの方の話を聞かせていただいてまいりました。そこで毎日のように聞かれるのが、この日本の行く先が心配だという声です。このままだと戦争に向かっていくんじゃないか、日本はウクライナのようになると心配していたらロシアのようになってしまう方が先なんじゃないか、そういう声をいろんな人から聞かせていただいています。この恐怖に乗じて日本を武装化させなければいけない、そして権力を集中させなければいけない、そういったことがどさくさに紛れて進められようとしていると、それに対して不安を感じていらっしゃる方がたくさんおられます。こんな不安定な状況の中で急いで憲法を変えるということを検討することは私はやめた方がいいと思う、そういうお一人お一人の声を聞いてまいりました。私も本当にそうだと思います。またこのウクライナの情勢をの結果としていろんなものの値上がりも起きています。食料がこんなふうに不安定になったのは誰のせいなんだろうと、まあ、誰のせいでもないかもしれませんが、これまでの政策についても見直さなければいけないんじゃないかという話にもなりました。食料を輸入に頼り、その辺には農地が余っている、手放して人が都会に集まる仕組みになっている、そういう政策を今こそ見直さなければいけないんじゃないか、そういうことを日々語り合ってきました。私たちは特に女性であったり高齢者の方であったり障害がある方、また地方そして中山間地域、農産漁村に住む方、そういう声がより小さい、人数が少ない、そして権力を持ちにくい方々の味方でありたいというふうに思っています。知らない間に決まりが決められて、それがいつの間にか私たちの首を絞めるような結果になっている、そういう政治にうんざりしている方々が大変多いんですが、ここ1ヶ月私が話を聞かせていただくと、諦めていないという方々がたくさんいらっしゃいます。